これより本日の会議を開きます。日程第一、第123号議案から第129号議案までを一括して議題といたします。中川隆一君。ただいま議案となりました。第123号議案から第129号議案までは、審査のため、企業会議で決算審査特別委員会を設置、これに付託することを望みます。中川隆一君の動議にご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって動議の通り決しました。お分かりいたします。新潟県議会委員会条例第3条の規定により、議長は企業会計決算審査特別委員会の委員定数を24人といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって採用決しました。次に、企業会計決算審査特別委員会の委員の選任を行います。お諮りいたします。新潟県議会委員会条例第4条第1項の規定により、議長は企業会計決算審査特別委員会委員を諸君のお手元に配布の名簿のとおり指名いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって名簿のとおり指名いたします。次に、企業会計決算審査特別委員会の正副委員長の選任を行います。お分かりいたします。新潟県議会委員会条例第6条第2項の規定により、議長は企業会計決算審査特別委員会の委員長に小山大志君、同副委員長に牧田正樹君を指名いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって、左右指名いたします。日程第2、請願第5項から第7号までを一括して議題といたします。お分かりいたします。請願第5号から第7号までは、審査のため、諸君のお手元に配布の請願文書表のとおり、各部門の常任委員会に付託いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって、左右決しました。